水木学園校舎だったビル。建物は解体され現存しない。福岡市中央区長浜一丁目。水木学園は福岡県福岡市中央区にあった私立専修学校。1997年度をもって並行した。設立者は学校法人、篠崎学園。福岡市中央区長浜一丁目3番1号に設置されていた。 かつて予備校通りとして有名であった福岡市、中央区の天神満町通りの終点にあった大学受験予備校。閉行となった現在でも、親不幸通りのシンボルのように語られているが、親不幸通りの一員となったのは1976年からである。ライバルであった九州英数学館と比べた場合、九州大学、西南学院大学、 福岡大学への合格率が高かったことから、老人生の信頼は厚く、旧大彩服を目指すなら、水木が一番とさえ言われていたが、その反面水上独特のカリキュラムである、木曜休校と休日開校は不評だった。水木生は、九州英数学館に比べ、ファッショナブルな生徒が多く、水木ファッション賞と言われた時期がある。また、水木学園では、浪人生の文集、 風があるが年に一回観光されていた。この文集の編集委員となった浪人生は第一志望の大学に不合格になるという伝説があった。4カ所の学生寮を所有しており、内いじり学生寮に関しては九州大学以上の難関大学を目指す選ばれた浪人生しか入寮できず、いじり特別選抜寮生と呼ばれて優遇されていた。 段階ジュニア世代の大量入学により、生徒を十分に確保できていた時期から、将来の少子化への対応策として、東新ハイスクールとタイアップした衛生授業の導入など生き残りをかけた努力を行っていたが、1994年に天神満潮通りの入り口に寸大予備校が進出したことなどが影響し、生徒数が大幅に減少した。 元々のライバルであった九州英数学館がパチプロ養成所、日本一楽しい予備校などと揶揄されていたのとは逆に、水木学園は学力レベルの高い浪人生が多数在籍していたため、寸大進出の影響を正面から受けたと言われている。結局、水木学園は1997年度をもって並行し、校舎は福岡県柳川市の学校法人。 高木学園が福祉専門学校として使用した後2009年より高木学園と同系列である国際医療福祉大学が福岡看護学部校舎として使用したが同大学も2013年4月に移転校舎は2014年5月から11月にかけて解体された1970年代後半教授等の肩書きは当時東京から来校していた講師陣は 羽田から飛行機で福岡空港に、天神の西鉄グランドホテルに宿泊していた。1980年代1990年代他校が休校日の日曜日に授業を行うことで、東京、大阪から実力派講師を招聘していた。ありがとうございます。